黒猫の足跡。いらっしゃいませ。こちらのお店ではリスナーの皆さんからいただいた日頃のストレス、愚痴、お悩み、喜怒哀楽ネタをつまみにいつもの3人がおしゃべりしていきます。さあ今夜も始まったようですよ。ねえ、そういえば珍しい宝石が手に入るって言ってたじゃない。いつ見れるのかしら。どんな手段も厭わないでね。え、私がどういうやつかって。知らないで電話したの？残念ね。あなた明日の心配した方がいいわよ。ダーリンの前で電話してるからやきもち焼いて騒いでるわ。もしかしたらすぐそばに怖いお兄さんがいるかもよ。あ、それじゃね。あれ、誰と話してたの、水木？誰今気になってた。何今の電話？そっと入ってずっと見てたんだけど、何誰？怖い。何？なんだと思う？なんだと思う？絶対良くない電話ですね。良くない、悪いやつだよ。悪いやつじゃないよ。悪いやつ向こうだから。悪いやつだよ。え、向こうがいたずら電話してきたから。また私がラーメンよくかかってくるね。仕返ししてやったのよ。仕返しした、うん、ラーメン屋の店長叱られる的な感じだね。いたずらにいたずらで返すっていうね。ちゃんとね。怖いよ、律儀にね。はい、まあそんな話はさておき、今週もたくさんおつまみが集まっておりますので、うん、はい、はい、正統派なおつまみちょうだい。今日は正統派おつまみでお願いいたします。もちろんです、大丈夫です。はいはい、それでは早速最初のおつまみです。最初って言ったね。噛んでないです。最初って言った。絶対言った言ったね。はい、癒し系 OL20 代女性の方からいただいたおつまみです。うん、来月昔からの親友が結婚することになりました。うん、結婚祝いにプレゼントをあげようと思うのですが、はい、付き合いが長いだけにどんなプレゼントをすればよいのかとても悩みます。うんうん、実用的なものが良いのでしょうか。うん、ちなみに親友はおめでたです。お、なるほど、おめでとう。おめでとう。でも であれだよね、おめでたの時は、うん、はい、そら最後までほら生まれる最後までわかんないから、男の子か女の子か、赤ちゃんのものはプレゼン、うん、あ、うん、男の子か女の子もそうだし、なんかよく生まれない場合もあるから。怖っ、水木の考え怖っ。怖、危ないから。危ないあの、あんまり、うん、あの生まれるまではそういう赤ちゃんのものはプレゼントしない方がいいって言いますよね。本当に。なるほど。え、でも僕何が欲しいって聞いたら、うん、なんか生まれたてのやつはもう揃えてるから、うん、いらないから1年後でも着られる、女の子でも男の子でも着られるものちょうだいって言われたから。洋服。そうそう、洋服。あ、なるほど。だからあのちっちゃい子のつなぎあげたよ。うんうんうん、デニム地の。いいかも。赤ちゃんの服かわいいよね。そう、あげたあげた。あので普通にこう結婚祝いのプレゼントでいいんじゃないの。うん、まあ、鍋とか。鍋欲しいって言われたよ。鍋いいかも。あ、鍋ね。鍋となんだっけ、あのいい匂いがするくるくる回る水、なんだっけ。なんだっけ。アバウト。なんだっけ、なんとかホール、なんだっけあれ。あの、あ、でもわかる、あの加湿器みたいなやつでくるくる回っていい匂いするやつ。なるほど、うん、あれ高いんだよ。あれが欲しいって言われたからあれあげ。高いのね。高いから買って。高いのね。ああ、なるほど。言われるから、お祝いに、うん、そうそう、なんかいいよって言ってそれをあげたりとか。なんか、まあ、何がいいって聞くのも手だよね。うん、そうですね。だっていらないものあげても困るじゃん、もらっても困るしさ。はい、ここでお客さんの声が届いておりますので紹介します。はい、聞くのが一番。うん、そうだよ。そうですね、うん、はい、続いてアルバムにしました。それいいかもね。デジタルフォト。デジタルフォト。あ、プレイヤーをあげたことがあるよ。あれいいよね。そうなんだ、うん、絶対に自分じゃ買わないじゃん。買わない買わない買わない。でも、もらったらラッキーってなるじゃん。なるなるなる。そうそう、だからあげた。いいね、全然思いつかなかった。案外いいものあげてんな僕。いいものあげてる。はい、あと、うん、壁に飾れるちょっとしたもの、お皿、うん、マグカップなど、うん、お金をかけさせてしまって申し訳ないと思うくらいの相場の品物。嘘、すごい高いものが欲しいってみんな言うんだけど。あいつらたかってんのか。いやでもそんなに値が張ったらちょっとやっぱこうちょっと引きが。そっか、そこで見ちゃダメじゃん。うんうん、そうそう、気持ち、ね、ね、だからそっと聞き出す。そっと聞き出してあたかもこうプレゼントを私が頑張って選んだの予感を出してプレゼントする。あ、そうだね。なんかやっぱそう、売り場の姉さんとかに聞いても、うん、結構あれらしいよね、あの
今は割れ前まではほらお皿とかあげたらダメとか言うけど割れるものは、うんうん、でもそういうのはもう関係なくなってきたんだってね。もう結婚祝い用とかでもあるみたい。いいんじゃない、うん、じゃあなんか、はい、店員さんに聞くのもいいでしょう。はい、はい、解決しました。解決しました。今日2軒目どうしようね。とりあえず出ようかここ。うん、そうだね、うん、出よう出よう、行こう行こう。東京リズミカルシャワーレシピミキサー、ということで、うん、本日のゲストは堀川ひとみさんにお越しいただいております。ありがとうございます。はい、どうもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。改めまして、はい、リズミカルトレイン優勝、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんのおかげでございます。いえいえいえ、実力でございます。ありがとうございます。でですね、優勝者にこんなことを言うのは大変申し訳ないんですけど、やっぱね、そうですよね、このコーナーはコーナーに出ていただくと、まあ、あだ名をつけないといけないということがあるので、あだ名をつけたいななんて思うんですけど、水木ひーたんって呼びたいんですけど。え、何急に何仲良い度出してんの。ひーたんって呼びたいの。もうそんな仲なんですか、関係なんですか。え、そんな感じ。ひーたんと水木の仲みたいな。知らないのみんな。じゃあその中にちょっと入りたいんで、ひーたんで、ヒータンで、よろしいですか。私たちもヒータンと呼んでいいですか。本当は水木ちゃんだけに呼んでほしいんですけど。まあいいですよ、いいですよ、はいはい、上からいいですよって言われたけど、はい、じゃあ本日の堀川ひとみさんのあだ名ヒータンでよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではコーナーの説明をさせていただきます、うん、このコーナーはゲストの方を一つの料理と見立てて、うん、その材料となる情報を一問一答で聞いて、その方の作り方、レシピを作っちゃおうというコーナーです、はい、レシピができた頃にはゲストの方のことが何でも分かっちゃうかも。今日のゲストはシンガーソングライターの堀川ひとみさんです。では材料集めスタート。出身地はどこですか。出身地福井県です。血液型を教えてください。 B 型です。音楽を始めたきっかけは何ですか。うちの母がですね、ピアノを習うって聞かれた、聞いたのが最初ですね。姫と呼ばれるようになった由来を教えてください。歌の国のお姫様なんだよ君はっていう風に言われた言葉が元になってます。子供の頃になりたかったものは何でしたか。作曲家か、もしくはヒーロー、うん。はい、一つのことにハマると熱中するタイプですか、それとも浅く広くが好きなタイプですか。あー、両方。最初すっごい熱中するんだけど、あっという間に飽きて次に行く。はい、自分は生き物や動物に例えると。チワワってよく言われますけどね、自分ではよくわかんない。あなたは魔法使いになりました。魔法をかけるのに呪文が必要です。さあ今唱えてみてください。にゃーしょーえ、今唱えた呪文はどんな魔法をかけたのですか。自分が猫になっちゃった。チワワじゃねえの。無理を言います。シュリ、トッキー、ミズキに第一印象でキャッチコピーをつけてください。おお、キャッチコピー第一印象無理じゃね。それ難しいね。第一印象、もう第二印象ぐらいになっちゃう。第二印象だね。そうですね、じゃあヒータン的にトッキーは。じゃあトッキーは、はい、悩んでる。カッキーポッキーポッキー。そしてトッキートッキー。水木は最後にして、シュリはかっこいいお姉さん。あ、かっこいいお姉さん、ありがとうございます。褒め言葉もらっちゃった。お姉さん。では一番仲のいい水木。ほにゃららん水木。今度からほにゃららん水木がいいよ。ほにゃららん水木。原価継ぎをしていることは何かありますか。お、原価継ぎ、なんもない。あ、なんもないんです。ありがとうございました。最後に、はい、リスナーの皆さんに一言お願いします。リスナーの皆さん、はじめまして。人生そらし系シンガーソングライター堀川ひとみです。あれ、3個と4個ともう言っちゃったからおしまい。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。鮮度抜群で丁寧に仕込んだホルモンは癖がなくて食べやすい。種類も豊富でお値段もリーズナブル。お好きなホルモンでがっつり満腹もよし、いろんなホルモンで食べ比べもよし。友達と、家族と、恋人と焼肉するならトンプー。